まあこんな感じになって、うん、表示されます。で、そうだな、一番簡単なのはここで一個ね、ウェイポイントを作ればいいと思うんですね。これカーソルが連動してくれればいいんだけど、連動しないで、ここに例えばこの交差点に1個ねポイント作りましょう。右クリックで新規作成ね。で、ウェイポイントの作成で、これオークアテストとかね作ります。そうするとここに赤いピンが立ちます。で、隣にも赤いピンが立ちます。まあ多分これで、だからね、どうする？こっちをちょっとちっちゃくするか。こっちを、今マウスのホイールでちっちゃくしました。そうすると縮尺大体合ってくるんで。そうすると、まあこれ、この道がこんなになって、この交差点。多分こっち、ここは新しく道ができたんだと思うけども、おそらくこれで OK。ずれてないと思うけど、なんならもう一個、どっかないかな。橋の真ん中、橋の真上、ここに、新規でポイント作ろうか。オークアテストに、オークアテストに。とやると、この橋の真ん中にピンが立つ。そうすると、ここに橋にやっぱりピンが立つんで、まあ、多分大丈夫でしょうということで、例えば東京測地系と間違えたりすると400数十メートルずれるので、さっきの東京のところを WGS84 に変更しなかったらもう数百メートルずれるので、これはまあまず大丈夫でしょうということで、ということで、まあこれで消して、消すか消さないか、消していいか、あ、そっか。まあ二分割縦のまんまで、まあこっからちょっと遊びなんですが、地理院地図、地理院の写真がもしあれば、ここに写真ね、オンラインの写真、地理院の撮影範囲であればここに出るんだけども、残念ながらここは写真はなさそうですね。あ、残念でした。残念でした。やーめた。で、バツで消して、ウィンドウの単一にして、これが大桑村の、森林基本増加シミール 3D で表示。あ、そうだ。で、最後に圧縮するんだよ、これね。今、これで4分の1ね。こんな感じ。で、4分の1。でね、これ、一遍、カシミール 3D ちっちゃくして、QGIS もちっちゃくできない。これ、この画面終わったんで、プロパティ OK をして、ちっちゃくしますね。それで、ファイルサイズを見てみますね。この K3D という。これ、ね、ビットマップ地図なんで、さっきも言ったけど、1ギガぐらいあるんですが、これ、もともと、今8ビットなんだけども、もともと0、1の2の、1ビットで表現できるデータなんで、これ圧縮できるんですよ。で、今約1ギガ、1.1 ギガ覚えておいてくださいね。で、これを、小さくしといて、カシミール 3D で、ビットマップ地図の圧縮っていうのがありますんで。で、ツール。ここにね、ツールの、地図画像ツール、ビットマップ地図の圧縮っていうのがあります。で、ここで今開いてる、デスクトップ。これがね、デスクトップが出てきた。の、大桑村の K3D ねが、ここに、あとは1個しかないから、これ。出ますんで、これを選んで OK を押すと。で、閉じてもよろしいですか？で、閉じて、で、もう圧縮終わった。一瞬に終わった。一瞬で終わって、あら、開きません。あら、残念。圧縮しても開けない。なぜだ。圧縮できてないな。あー、わかった。多分、1ギガ、多分ね、
圧縮できるビットマップファイルのサイズに制限があったと思うんです。1ギガ超えてると多分アウトだったと思いますね、私のおぼろげながらの経験では。だから800メガバイトとか900メガバイトだったら CMP っていうファイルに圧縮できて、ファイルサイズがぐーんとちっちゃくなるんですが、残念ながら、これ1ギガ超えてるので圧縮できませんでした。圧縮できないので、BMP のまんま使いましょう。ということで17分かかりましたが、以上で終わります。大桑村の結合した森林基本図をカシミール 3D で4 のデータに変換できました。以上です。